これをやらなくて済む日が来るまでやらされるんですよね。全国のほとんどのパチンコ店が加盟する組合の上部団体
明日もあるからあんまり疲れられないな。動画作りも大変だね。
東京奥多摩町には
投稿したのは、去年まで沖縄で暮らしていたイラストレーターの大村碧さん。感染が拡大する中、大勢の観光客が沖縄旅行を楽しむ姿を見て、危機感を覚えたといいます。移動の自粛が求められる今、一人一人に何ができるか、小村さんは改めて考えるきっかけにしてほしいと言います。こういう時だからこそ、みんなのために、自分のためにもみんなのためにも、何かできることはないかなと考えて、地方や地域に観光に行こうと思っている人にも見てもらいたい。外出自粛がいかに大事なのか。今、感染が世界でも深刻な国の一つとなったイギリスです。これ再生の時にスローにするとね、いいらしいです。いいらしいで、いいかもしれないです。見たい時は、この感染者数とともに増加傾向にあるのが、亡くなる
日の死者数は今日まで11日間で全国で2桁となっています。増え続ける感染者、都内では今日新たに161人の感染が確認されました。60こうしてパーンと伸びた感じです。ある意味これは警告だというふうに受け止めております。このうちおよそ 47% に当たる75人は今のところ感染経路が分かっていないということです。これで都内で感染が確認された人は合わせて3733人になりました。また長崎港に入港している大型クルーズ船では43人の乗組員の感染を確認。九州では佐賀県でも山口知事が緊急の会見。クラスターの発生と認識しておりまして、佐賀県として極めて厳しい状況だと認識しております。佐賀県ですか。佐賀市内のフィリピンパブで14人の感染が確認されたと発表しました。感染者の増加とともに今月以降増えているのが、これあれで映画館でやってるわけですかね。4月20日には25人と初めて20人を超え、昨日は22人、昨日まで10日連続で死者が2桁に上る日が続いていました。今日もこれまでに都内で6人、千葉県で3人など合わせて13人の死亡が発表されました。また感染者数は全国で合わせて431人が新たに発表されています。国内で感染が確認された人は空港の検疫などを含めて12,860人となっています。一方、今日までに症状が改善して退院した人などは合わせて3,611人。厚生労働省は長崎港に停泊しているクルーズ船の感染者の数が大幅に増えたため、地域の実態を反映できなくなったとして、長崎県とは別にすると説明しました。 NHK は先週までのおよそ9800人余りについて、年代や感染経路といったデータを詳しく分析しました。感染者を男女別と年代別で比較すると、男性で最も多いのが40代で 19.6%、 一方女性では20代が 10.2% と最も多くなりました。また年代別の割合がどう推移していったのかを見てみると、3月上旬から中旬にかけては60代以上が多く、30代以下が少ない傾向で推移。3月の終わり頃からは進めた逆転。その後、4月中旬以降では年代別の割合の差が小さくなる傾向になり、幅広い世代に広がっていることがわかります。そして感染経路がわからない近くで見るとなんか感染経路が推定できない赤色の割合が日に日に増え、全体の半分を超えるようになっています。専門家は街の中の至る所でですね、この感染の伝播が起きている、誰が感染をしててもおかしくないし、 誰に自分がですね感染をしておかしくないという、そういった時期に入ってきていると思います。深刻な状況となっているのが、患者を受け入れる医療機関で相次ぐ院内感染です。 NHK が3日前の時点で各地の状況をまとめたところ、医療機関で感染したまたはその疑いのある医療従事者や患者などは、全国およそ60の医療機関で合わせて1086人、国内の感染者全体の1割近くに達しているのです。現場はどうなっているのか、
救急センターの仲間と食べるのだそう。米の量。
してますし、まあ、もちろん医学部目指したんですけど、まあ、なかなかちょっと及ばずっていうところで、法学部の大学に行って、まあ、そのまま大学院まで行ってたんですけど、まあ、最後のチャンスかなと思って、まあ、医学部も就職活動に並行して、医学部受験を行っていて、もうほんとたまたまなんですけど、合格して、そして医学部に入学するということになりました。田中先生、一度は医学の道を諦め、一般の大学に行くも、夢を諦めきれず、大学院1年の時に医学部を受け、医師になったという強い信念を持った人。やっぱり自分の本当にやりたいことは、まあ、医療だし、医師だし、まあ、そこに、まあ、最後の最後ですけど、チャレンジしてみようかなと。市民カードの2人に101位どうぞ。はい、素晴らしいです。はい、三沢で、ペリーボテです。ラジオスタッフの1号3号です。この日、2度目の出動要請。患者は65歳の男性。めまいと吐き気がするのだという。急いでヘリへ乗り込む。現場は病院から40キロほど離れた三沢市。車だと1時間はかかる場所。今度こそ救いたい。患者の病気を。
王子市立市民病院には中間を救うためのもう一つの武器がある。それがこのドクターカーだ。すると早速救命救急センターにドクターカーの出動要請が入った。この病院のドクターカーは救急車とは違い、ドクターやナースを現場に運び早い初期治療を始めるためのもの。現場は病院から3キロほど離れた同市内。今どういう状況なの？今は50代後半くらいの男性の人が、意識レベルが低下したっていうのでドクターカー要請がありまして、それで、ただ最初の脳疾患だっていうことで話を聞いてたんですけど、ちょっとなんか
低血糖っていうのを意識しようなんて絶対みんな言ってなくて、やっぱり実際低血糖は近くもありそうで、で補正糖をお砂糖点滴から入れてあげれば実際意識も良くなったんで、まあ、それはやっぱりドクターが出てもらったから、でそれであと脳卒中かもって言ってたけど脳卒中じゃないっていうことでこっちの準備も変わったし、これ以上の診断とかはやっぱりこっち連れてこなくていけないから、でそれはドクター隠しても出て、まあ実際価値がある職業かなと。この成果こそが八戸市立市民病院が誇るドクターカーだ。ではドクターヘイとドクターカー、この2つをどう使い分けているのだろうか。50キロの距離を15分で移動するのがドクターヘイ、50キロの距離を1時間ぐらい移動するのがドクターカー、このスピードの違いがだけども、便利なのはドクターカー、制限をかなり受けるのはドクターカー、この両方の欠点、利点を上手にこう組み合わせ、選択が自由にできます。そこがやっぱり2つ持っている利点です。双方の利点を生かし、選択することで命を救う早い初期治療ができるのだという。多忙を極める救急医たち、昼食をとっていても、一本の電話がドクターカーの出動要請だ。お昼は中断、急いで患者のもとへ向かう。ドクターカー、はい、2回ほど大丈夫です。本当に2回と思ったんですよ。マジか。なんと2歳の子供が自宅の2階から落ちたとの通報。詳しい容体はまだわからない。とにかく一刻も早く現場へ向かう。現場は病院から7キロほど離れた同市内。移動中、先に到着した救急隊から連絡が入る。Thank you.